新発田市では観光客を迎え入れるためのプロジェクトが始動しています。その名も越後新発田門前町プロジェクト。諏訪神社を中心とした観光拠点を作ろうと去年11月にスタートしました。プロジェクト目玉の一つがこの和風の建築です。板の間にシャンデリア、そして襖や壁は金と和モダンにして大変に豪華な作りです。今日報道陣に公開されたのは明治期の豪邸造春閣です。新発田市出身の実業家でホテル大倉などの創業者大倉喜八郎の別邸として1912年に東京に建てられたもので、新発田市が寄贈を受け市内に移設されました。杉戸には金箔、シャンデリアはドイツ製と豪華な佇まい。オール新発田でやれたということでありますので大変嬉しく思っています。公開は来年度を予定していますが、周辺にはこの大型連休に間に合う施設も。プロジェクトのメンバーでもある酒蔵が蔵をリニューアルし物産館として整備。県内各地の日本酒や米菓などおよそ1800点の商品が並ぶ店内では、地元のブランド牛を使ったメンチカツなどテイクアウトグルメも販売しています。衣カリカリ、そして牛肉と玉ねぎの甘みが相まって、大変食べやすい、親しみやすい美味しさです。さらに酒蔵見学ではプロジェクションマッピングも楽しめます。すごいあれですね、おしゃれなお店で楽しいですね、ワクワクする。綺麗になって今までと全然違うもんね。持ってる文化の力で経済を活性化して、要するに街づくりをしていくっていうことが私どもの考え方です。現在はプレオープン中のこの物産館は今月29日にグランドオープン。新発田市に新たな魅力が加わっています。